バカ。どうも、あえちゃんです。今回ですね、緊急で動画撮ってるんですけれども、本来だったらですね、12時にですね、ツイッターで新キャラの告知があるんですけども、告知もなし。で、22時になったんですけども、新キャラの発表もなかったっていうことで、明日どうなるんだろうということでね、話していこうかなと思います。今ですね、ちょうど画面に出ているのがですが、かなり前になるんですけれども、フェス限のですね、新キャラがなかった時になるんですけれども、過去のキャラクターたちのですね、強かったキャラクターたちがピックアップされますよっていうことで、2.5 周年の時のですね、手前に来たキャラクターたちになるんですけれども、このガチャはね、結構激アツだったんですよね。いろんなキャラクターのですね、対策キャラクターのですね、ピックアップされていたので、これ引いた方ってかなりたくさんいらっしゃるのではないのかなと思います。過去のお話になってしまうんですけれども、ツイッターとかの告知もなしで、新キャラが出るケースとかもあったりもしますので、もしかしたらですが、告知がないパターンで、新キャラが出る可能性もあるかもしれません。今出ているキャラクターたちなんですけども、過去にですね、予想で、してきたキャラクターたちになるんですけども、和の国っていうことになりますので、もし新キャラが来るのであれば、ここにいるキャラクターたちが、濃厚の可能性が高いのではないのかなと思います。最後のパターンになるんですけれども、7000万ダウンロード記念ということで、おでんの復刻があるのではないのかなと思うんですよね。赤座や9人男っていうことで、和の国編の第1弾とか第2弾が来ているので、この流れに沿って、で、7000万ダウンロード記念っていうことで、ダイヤの配布プラス、新キャラとかはなくて、復刻が来るのではないのかなと予想をしています。皆さんですね、今回緊急で動画撮ってきたんですけども、ダイヤの配布もしかしたらあるかもしれませんですし、新キャラが突然来るかもしれません。それがちょっとまだわからないところではありますが、明日の14時になれば、今来ているガチャですね、すべてが切り替え日となっていますので、楽しみに待ちましょう。めちゃめちゃですね、激アツかなと思っていますので、明日ですね、14時になったら、もし更新とかがありましたらですね、自分もガチャとかはね、引く予定ではいますので、ぜひチャンネル登録していただければなと思います。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。またな。